皆さんこんにちは、森そばたんまです。今日はマンションのベランダで自転車をレストアしている企画の第4回組み立て編をお伝えいたします。まずはフロントフォークの組み立てです。フロントフォークの上下にはベアリングが入っています。ちょうど今矢印で表示されているこの部分、この部分にベアリングが来るように組み付けます。ベアリングがつくところにはグリスが必要なので、今動画ではグリスアップをしているところになります。下側のグリスアップが終わったので、続いて上側の方のグリスアップです。グリスは結構多めにつけています。この辺のグリスをつける量は感覚的なところもありますが、私の場合は結構つけるようにしています。グリスの場合多かったら後からはみ出てくるので、はみ出た分を拭き取ればいいというのが私の考えです。だいたいグリスアップが全体的に終わったので、フロントフォークの組み付けです。フロントフォークはこのように下から刺して上でネジ止めをします。この自転車の場合、一番上のネジは対角が 35mm の六角ナットでした。もしかしたら名称がこのネジあるかもしれませんが、ちょっと私の方では分かりませんでした。ごめんなさい。ちなみにですが、 35mm の対角のスパナとなると少し大きめのものが必要になります。私の場合は 35mm まで開くモンキーレンチで作業を行いました。上側のベアリングがはまりました。今はめているこの部品、この部品はヘッドカバーと呼ぶそうです。このようにネジが切ってありますので、回していってベアリングが当たるところまで締めます。ただしこの時強く締め付けてしまうと、ベアリングをだいぶ強く押し当ててしまうことになります。このためフロントフォークの動きが硬くなってしまうので、締め付けのトルクについてはフロントのフォークの動きも見た上で最終決定をします。いい感じのところの締め付けのトルクが決まりましたら、その他のナットを刺していきます。このナットは 35mm でした。ナットの下には BB ナットも入ってますので、フックレンチを使ってロックナットとして使用します。このネジを強く締めたら、引き続きフロント周りの作業を行っていきます。ちなみにですが、今回フロントブレーキについては変えてみることにしました。テクトロという会社のもので、台湾製のようです。詳しくは概要欄の方に貼っておきますので、よかったら参考にしてください。今回このブレーキを選んだポイントは、鍛造で製造されていたことが挙げられます。安いブレーキは鉄板を打ち抜いて折り曲げて製造されていますが、こちらはアルミ鍛造ということで、鉄板よりも肉厚があり頑丈そうに見えたため購入しました。パッと見、実際の材料単価は倍くらい違いそうな感じがします。フロントのブレーキの取り付けは前カバーとも一緒についてきますので、同時に取り付けを行います。フロントのカゴをつけるタイプの自転車については、カゴのフレームも一緒につけることがありますので、ご注意ください。ハンドルの設置については、部品の入荷遅れのため本日は設置できません。また後日行います。それでは続きまして、フロントタイヤの取り付けです。フロントタイヤは第1回動画で整備を行いました。動画ではフロントタイヤとフロントフォークの間に取り付けなければいけない部品、鍵の形のようなワッシャーについて付け忘れていますが、後で気づいてちゃんと取り付けていますので、ご安心ください。タイヤがはまりましたので、泥除けステー、U の字の形をしたこの部品を取り付けます。サギ坂というところで、ステンレス小判セットを買いましたので、こちらでこの泥除けステーをつけたいと思います。詳細はこちらも概要欄の方に貼っておきますので、ご覧ください。こちらの部品、後輪にも同じ部品を購入して取り付けたわけですが、ステンレスと歌ってあるのですが、どうも裏側のネジが切ってある側、ナット側の方はステンレスじゃないかもしれません。
外側の方はステンレスっぽい材質なのですが、裏側の方が鉄にメッキをかけたような感じがしています。先ほどお話ししていたワッシャーの変形したような部品は今つけている部品になります。ワッシャーなど全ての部品を入れたら、あとはネジを本締めするだけです。緩んでしまっては危険な場所なので、しっかりと本締めを行います。この作業が終わりましたら、前輪の作業は一旦ここで中断です。この後はクランク、つまりペダルの部分の作業を行っていきます。クランクの部分ですが、中は大丈夫だったんですが、外側がすごく錆びてしまっててボロボロです。この部分は交換することにします。部品の名前はハンガーワンセットという風なので、検索をかけると出てきました。クランクの軸については傷んでいないので、そのまま使うことにします。フロントフォークの時と同様に、軸やベアリングにグリスアップを行って組み付けを行います。なお、この部分に関してもフックレンチを使って軸の位置をしっかりと決めてやる必要があります。フロントフォークの時と同様で、軸がガタガタしないかつスムーズに回るところで位置決めをしてあげる必要があります。あまり良いことではないかもしれませんが、本当はもしかするとちゃんとした工具があるかと思うのですが、私の場合はここの工具、ラジオペンチとフックレンチを使ってやっています。ラジオペンチで中心側の位置が動かないようにしっかりと持ってあげて、フックレンチで引っ掛けて回して固定というふうな順番でやっております。続きまして、ハンガーの反対の方のロックナットについても締めていきます。このロックナットはチェーンカバー用のステーとも共締めされています。なので大まかな位置決めをした上で締め込みます。ちなみにこのハンガーのネジですが、右と左でネジの方向が逆になっています。なので右が締まる方なのか左が締まる方なのか、その辺しっかり確認した上で本締めをしてください。締め込みが終わりましたので、次はクランクとギアについてつけていきます。実は今少しだけグリスをアップしました。グリスアップしたところはネジを切っている部分なのですが、この部分非常に水が溜まったりとかして錆びている自転車を見かけることが多いです。錆びやすいネジの部分には少しだけグリスアップをしてネジを取り付けると、グリスは油膜を作ってくれて錆び防止になることがあるのでおすすめです。ただしその分だけしっかり締めておかないと緩みやすくもなったりするので、その辺はご注意ください。左側のクランク軸ですが、一度つけてもう一度外しました。これがなぜ外したかと言いますと、思ったよりネジが浅い位置で止まってしまったため、この位置が正しいのかどうかを見極めるためにもう一度外して確認を行いました。クランクの取り付け完了です。次にレバーの交換を行いたいと思います。レバーについては特に機能上は問題ないかとは思うのですが、サビが取れなかったのでドレスアップも含めて部品を交換することにしました。新しいレバーはアルミ製なのでサビの心配はなさそうです。このレバーはメインフレームのところと、あとサドルのところに使いました。このレバーは非常に安価で売られており、1個200円から300円くらいで購入することができました。今これはメインフレームに取り付けているところです。本当はナットも変えたかったのですが、ナットは頭が短くないとレバーの使用に差し支えるようなので、今回は流用しました。こちらはサドル側に使ったレバーになります。安価なのでお手軽なドレスアップアイテムだと思いました。ここまでの途中経過です。前輪についてはフロントタイヤ、ブレーキともにつきました。ワイヤーなどはまだです。クランクについては取り付けが終わりましたが、ペダルについてはまだです。サドルについても取り付けが終わりました。今回の動画は以上にしようと思います。
次回後輪を中心に部品の交換や組み付けを行っていこうと思います。ではまた。